んにちは、キーザチマイです。こんにちは、高畑ケサキです。せーの、恥ずかしい。ということで、はい、今日はサムネでもわかると思いますが、お母さんと二郎系ラーメン挑戦。イエーイ。まいちゃん2回目やろ。私は実は3回目ね。私は初でございます。お母さん初めての二郎系ラーメンで、まあ、せっかく地元帰ってきてるってことで、金沢の二郎系ラーメンを何か食べたいなと思って今回やってきました。とか二郎系ラーメンってなんかちょっと年いっとるから、お母さん、うん、ちょっと今までちょっと酒とってん、ほら若い子いっぱい食べとるイメージやん。お母さんおばばやん。ちょっともしかして体に合わんかなと思ってんけど、ずっと食べたいと思っとってん。今日ここ来るまでに YouTube だとか TikTok だとかで二郎系ラーメンめっちゃ調べてきてる。さっきね、すする TV さんとかお米ちゃんのYouTube を見てね。マシマシマシの違いって何？まあラーメンの上にもやし、うんうん、野菜が乗ってるんやけど、うんうんうん、普通の多分もやしの量でも多いんやけど、それよりも多くするのがマシで、もう限界までいっぱいするのがマシマシになる。じゃあ倍入っとるってことね。じゃあもやしでお腹いっぱいになっちゃってラーメンにたどり着かんかったらどうなるの？ダメですよ、食べなきゃ。二郎系ラーメンは絶対に残しちゃいけないっていう暗黙のルールがあるので。それも私ちょっと見た。だからちょっとドキドキするね。でもせっかく来てんたらチャレンジするんたらマシマシ食べてみたくない？食べてみたい。怖いよね。でも食べてみたいでよね。ちょっと様子見てからにしよう、お店の中の。そうやね。ってことで、後でスペシャルゲストも来るので、皆さん、はい、お楽しみに。お楽しみに。はい、ということで今回神やぐらというラーメン屋さんに来ました。お母さんドキドキしてきた。ドキドキしますね。だってもう11歳にして初体験。初体験って何でもドキドキするやろ。そうやね。じゃあ舞ちゃん、じゃあ今までやよ。はい。2回食べたことあるやろ。うん。その時どんなマシマシなんか、マシなんか、普通のやつなんか。野菜マシ。いや普通に食べられてんの？食べれたけど。あ、来た、スペシャルゲスト。やっぱちょっとチャレンジそうや。来た、スペシャルゲスト。スペシャルゲスト来ました。はい、ということでスペシャルゲストはおじじです。どうも、あららぎラーメンすするです。違う、くだらんわ、早いこ。なあそれ、今日うなぎじゃないの？ラーメンです。ラーメンなの？俺完全に口の中うなぎなんだけど。だからラーメンって二郎系すっごい美味しいのって。あ、そうなの。行ってみよう。わあ、いっぱい。何食べようか。ラーメンの種類がたくさんある。見た目だけでもすごいボリューミーだ。すごいね。あ、見てこれ、野菜マシは無料ねって。これマシ、これ普通、これマシマシ。マシマシこんな大盛りやよ。食べ残し厳禁って書いてありますね。僕できればこのラーメンきつそうだから、黒ウーロンでカロリーゼロにしたい。あ、私も。じゃあまずラーメン3つね。卵は2個ね。卵は2個。黒ウーロンが3つ。はい、ということでお店の中入りました。ちょっとこっちやから。そう、注文します。今からすいません、注文していいですか？はい、僕は年なんで普通で。私次に年なんでマシで。マシなの？まいちゃんは？え、まいはどうする？あんたマシマシやろ。もうだけマシマシなの？そうやろ、若いから。じゃあマシマシでお願いします。はい、私ニンニク大好きなんで、はい、ニンニク多めで。僕は全部普通で。はい、私背脂普通、ニンニクありでお願いします。はい、こちら全部チャーシューが豚のチャーシューか鶏のチャーシュー、どちら？あんたは豚みたいかもしれないから豚でいい。あんた鶏みたいし、鶏でいいんじゃない？じゃあ俺鶏でいいよ、うん、あんたは豚ね。これマシマシの方はどっちしよう？半々にしちゃってますか？あ、お願いします。はい、何その半々で。あ、待って、できるんですか？できます、1枚ずつ。じゃあ私もそっちがいい。じゃあ俺も。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあせーの、はい、乾杯。このウーロン茶さえあれば、どんな質問料理だって食べれる。カロリーゼロ。そう。それにマシマシにしてたところで野菜。野菜はゼロだよね。ね、ゼロで。頑張ろう。ちょっとドキドキよ。ちょっとドキドキ。じゃあマシマシの鶏皿です。あ、ありがとうございます。はい、マシマシの鶏皿。はい、じゃあ生卵。ありがとうございます。はい、今ラーメンもうちょっと。生卵。生卵。割れてる。いきなりハプン。生卵を入れることで少し味がまろやかになるかな。そう、なんか味変できるらしい。なるほど。味変がたくさんあります。え、カレーとかもある。すごい。これ何つけるの？それ多分もやしにつけるんやよね。もやしいっぱいになって味が来てきたら。そうそうそう。うわー、すごい。ニンニクもあるよ、普通に。本当や、ニンニクも足せるんや、自分で。すごい、座ってガツンカレーやって。うまいよ、多分。これでマシ？はい、今マシマシ。これでマシ？はい、これ作るわ。これね、これで普通、あららぎの普通盛りなんですよ。はい、やばいね。でもマシマシってどんな？これでマシだよ。うわっ、
マシマシでーす。ありがとうございます。はい、めっちゃ本当にいけるそれ。いけそうかも。これでびっくりしたけど、これ見たらこれ可愛いね。違うじゃん。ちょっと比べてみよう。これアラナギが頼んだ普通サイズですね。これがマシ。これがマシ。これがマシマシ。めちゃくちゃ美味しそう。これがマシマシ。これが普通。これがマシです。食べますか。せーのがさん、はい。いただきます。麺が濃いですね。うまっ。やば。ちょっと取った方がいいな。やばい。うまっ。めっちゃうまっ。めっちゃ美味しいよ。汁うまいね。汁うまいね。めっちゃうまっ。おいしいおいしい。めっちゃ崩れる。いただきます。うん、これでラーメンの料金でしょっていうのがすごいね。すごいよね。すごいサービスだね。私入れてあげる。すいません、爪が長いんで今言い訳。いや本当にやばい。不器用なだけ。チャーシュー、豚のチャーシュー、豚で。麺まで一緒に使わないと。そうなんですよ。今日どんどんなっちゃう。うん、なんかかけます。サクさん、すごい勢いで食べてますね。マイちゃんの勢い言えるわ。ライスを下げてって。熱い。店内を見回す限り、マシマシ食べてる人はいなくない？あんだだけ。これも。ニンニク美味しいわ。成人男性でもマシなんですよ。マシマシはちょっといけないですよ、成人男性。ラーメン食べたい。もやしばっかりで、ラーメンにたどり着けません。これもうまいわ、この学生。私、スープも飲めてないから、今。これちょっと豚、チャーシュー。うん、まっ、マジでやばい。ちょっと豚チャーシュー。汁うまっ。まいちゃん、スープここにあるわ。さらに。ほんとや。うん。頑張れ、まいちゃん。うん。来た？麺すくえないんや。マシマシ、マシマシ。うん。うどんって感じする。めっちゃうまいです。美味しいね。僕この後歯医者さんなんですけど、臭いって言われないかな？絶対言われる。チャーシューも分厚いしね。うまくない？うまっ。熱いけどうまい。なんか部屋ね。うん、お父さんに頑張られたい。みんな食に夢中で喋ってないっていう。背脂多めでもいけるね、これ。うん、ありがとう。いや、何マニアって汗が。今何て言いました？何マニア汗。うん、汗が鶏のチャーシュー食べてみる。めっちゃうまいよ、鶏。うん、うまいね。まいちゃんもこの中ついてみよう。ちょっとやろうか。うん、よいしょ。しょうがねえな、こいつ。本当に食べるの？やめてよ。やめなさい。私この人にする？つかないし。チャーシューは俺やっぱり豚が好きなんだ。本当？これ喋ったらさ、マリのお腹空いてるから全然喋れん。食べるに集中するね。こういう系は勢いで食べないと食べれないよね。マジそう。サキさん汗びっしょり。そうだよ。いつもかかんくない？ニンニクとか生姜って発汗作用がある。ああ、どれだか。知らないけど。うまっ。うん。生卵が多い。麺少ない。麺少ない。卵で食べます。いや、僕も焦ってきたわ。ほら、ほんと間違いです。ほっついよ。じゃあ0キロカロリーってことだね。え、足りる？もうお腹いっぱいしてる。マジで？おじさんやね。いや、サクさん早いね。うん、もう慣れてない。うん、早っ。うん、鶏チャーシュー。鶏チャーシューを卵に付けたら美味しいじゃない。うん、めっちゃ美味しい。うん、美味しい。辛い。
これ結構お腹いっぱいよ。えちゃんどう、私終わる。まあまあまあ。目は一緒もんね。バター。うまい。残すはもやしだけになりました。あ、おいしい。あ、またいっぱいになった。初め、もしよせくまの、あともやしだけ食べます。でもいいよ。刺身をかけました。いただきます。汁うまい。食べてから辛い。うん。辛いで食べられる。お腹いっぱい。アイスクリームなら食べれる。どこ食いてんの？お腹いっぱい。またね、ティードリス来てる。じゃあ食べれる。カジ編第2弾、ガツンカレー。うん、おいしい。最近まいちゃん、東京行って大食いになったんですか？まじでない。これ食えるってすごいよね。今日こういううちにもう終わっちゃってるよ。あと2口ぐらい。この汁うち持って帰ったら。やばい、前10点袋で動くのと。前さ、野菜増しのジロケラーメンってめっちゃ気持ち悪かった。今全然大丈夫。胃が広がって丸くなった。まいちゃんのガオンも丸くなった。それまいちゃん、死ぬまで行っちゃおうか。死ぬまで。死ぬ。さあ、みんなで買い玉しよう。買うわ、買い玉。買い玉行く？違うもの食べたい。ライス頼んで、こんな汁の中にライス入れて。いや、食べれる。それは無理。それは無理。無理なんかい。アイスならいけるでしょ。あと余裕だな。食べました。野菜増し増し。まいちゃんの動画はやらせないよね。ということで、全部食べきりました。私も食べました。あららぎくんも食べきりました。まあ、あららぎはもともと普通サイズだったんで。けど、これで食べればよかったね。いや。めっちゃいいの。ということで、お母さんを初二郎系ラーメンに連れてこれて、私は幸せです。ちゃんとありがとう言って、まいちゃん。ごちそうさまでした。ぜひ、石川県に来た人は来てみてね。サイン書いてまーす。サキン。はい、見せて。皆さん、神矢倉さん来たら私たちのサイン見れまーす。まいちゃんさ、横から見たらなんだけど、お腹が一番出てるんだよ。ね。いやいやいや、皆さんこれ分かります？これお腹の方が出てますよね。やば。お腹の方が出てるの？いやだから女性らしくないというか、幼児体型というか。うちの娘はね、ディスるってことは私をディスっとくのと一緒やからね。じゃあサキさんちょっと横になってみましょうか。まだサキさんは女性っぽいですね。まだって言うの？めっちゃお腹いっぱいになった。はい、ありがとう。